山本由伸の出身地である備前市は今年の夏、市内の子供たちを対象に、メジャーリーグなどの観戦ツアーを企画。その費用として約6700万円を新年度当初予算案に計上している。この政策について、保護者が行く場合は自己負担ということで、家庭の事情で行けない子も出てくるのでは？など懸念の声が上がっている。山本の活躍は期待しているが、山本限定にしてどうする？参加者は後日レポートでも提出するのか？他県の空港会社やアメリカに備前市の税金を落とすよりも、備前市内のインフラ整備に回した方がいいんとちゃう？なんで公費まで使って旅行を企画するのか、いい加減にしてほしい。もっと公費を使うところはあるはず。山本由伸は備前市の誇りだけど、ツアーに行かない大多数の人には関係ない話、それを公費というのは。まさか、吉村市長も引率者として行く予定にしてるんじゃないですよね。子供を出しにしたりしないよね。ある意味、話題になり山本投手も迷惑。ツアー会社との癒着と思われても仕方ないしね。さすがにやりすぎ感はある。こういうのはさ、選手自身がお金を出して招待するものじゃないかな。自治体が公費を使うのは違うと思う。裕福に育って、他に施策が思いつかない人間の安易な発想。備前市はそんなに財政が豊かなんだろうか。公費で野球観戦って理解に苦しむ。山本由伸投手にではなく、市民のために使ったら？税金だよ。7000万あればいろんなことに使える。無駄遣い、野球嫌いな人もいる。困ってる人に使うべき、応援ツアー遊びだよ。企画担当や市長は当然自腹で行くんだろうな。現地視察とか行って観光旅行するようなアホみたいなことしないでね。応援はいいけど行政がこれほどの額を使ってやるようなことなんだろうか。浮かれて変なことを言い始めてるだけなのか。もっと市民全体のためになることを考えよう。これ吉野部投げんでも出るん？それ以前に不公平感半端ないんやが。本当に税金の無駄遣い。こんな発想が、ザ政治家、という感じ。